タンブラーの中身は水とステンレスのピンと、そしてこの羽の部分はいつも自分が使ってるフェノリックを切って無理やりくっつけて、水漏れしないようにテープを貼り付けて、シリコン入れてテープを貼り付けたもの、めちゃめちゃいい加減な作り。そしてこれが息子が、食べてたというか使ってたプロテインサプリメントのケースコンテナボトル、だいたい3リットルちょっとぐらいかな、よくわからんけれども、薬莢とピンがね 2.5 ポンドだから1キロちょっとか、だから結構重たくなる。